はい、あたちです。今日も一日脳のリミット外してワクワクだらけでいきましょう。今日は介護の話をしてみようと思うんですよ。ね、介護の話なんかしたことないですよね、この動画で。いや、というのはね、この間ちょっと久々に会った友人と酒飲みながら、その友人が、いや、介護で大変だって言うのよ。まあ別に介護の愚痴聞くために会ったわけじゃなくて、久々だーっつって飲んで盛り上がったんですけど、まあその中でね、介護大変なんで、今親の介護がーっつって、で、親と二人暮らしで、まあ奥様は男性のお友達ね、俺と同い年ぐらい、ちょっと上かな、で離婚して一人で、今お母さん親と住んでて、お母さんがもう介護でボケちゃってて、なんだって大変なんだって。いや、それでさ、その俺もどんな感じなのみたいな話を聞いたら、その人と話をしてね、なんかはすごくはって気づいたかというか、そのね、お母さんがね、大体7割方はもうちょっともうあっちの世界に行っちゃってて、もう乙女の時代に戻ったりとか、子供の時代に戻ったりとか、 OL の時代に戻ったりとか、まあ7割ぐらいの時間帯はもうあっちの世界に行っちゃってるんだって。であっちの世界に行っちゃってる時はもう行っちゃってるから、全然もう昔の乙女のような気分で、まあ、過ごしてたりするんだけど、3割ぐらいは戻ってくるんだって。たまにいわゆる正気に戻るんだよね。そうするとね、正気に戻るとね、ものすごいなんかこう不機嫌になったり、ぶち切れたり、もしくは感情がこうあらわになったりするんだって。その何、ままならない自分の意識にイライラしたりとか、あとそのあっちの世界に行っちゃってる間っていうのは時間が飛んじゃってて、この間正気だった時から、まあ、例えば2日後ぐらいにまた正気に戻ったら、この間の正気と今の正気はもう全然時間的には自分では繋がってて、なんでここに置いといたはずのあれがなくなってるんだ。だってそれ2日経ってればそれは場所は移動するじゃん。でもそのなんでないんだみたいなことが起こったりするんだって、正気に戻ると。でね、正直そいつも言ってたけど、もう酒飲み話の友達だから本当の本音なんだけどさ、いやもう正気に戻ってほしくないよっていうのよ。戻ると大変だっつうんだよ。あっちの世界に行ってる間はもうあっちの世界で、そいつもお母さんに、そうだね、お花畑だねみたいなんで、うんみたいなんで、まあなんとなくこう揉め事もなくハッピーな気持ち、ハッピーっていうのも変だけどさ、いられるのを、たまに戻ってこられるとなんか揉め事揉め出すしね。いや、それでもちろんさ、もちろんそれは良くなってほしいじゃん。面倒を見てて、なんだったらもちろん良くなってほしいと思って、いろいろ何お薬なんだか病院なんだかも行くんだろうけど、でもそれに反して良くなって戻った瞬間がすごく苦しいっていうんだよ。なるほどな、これ本当のリアルな声だなと思って。いや、これ介護とかやられてる方には当たり前のあるある話かもしんないけど、聞かされてさ、はぁと思ったわけさ。いや、それでね、それも本当にもう酒飲み話でそういう人と話したんだけど、良くなるためにお薬、いろんな医療の研究、アルツハイマーボケが治るようにっていろんな人が研究してるけど、いやこれものすごい不謹慎なこと言うよ、怒る人もいるかもしれないけど、まあそいつとの酒飲み話だからいいじゃん。でね、なんだったらもう行ったっきりにしちゃう薬はねえかなってそいつ言ってんのよ。本当に正気に戻ってこねえでくれって。いや、ものすごい不謹慎な話だよ、分かってるよ、そんなことは分かって言ってるよ。でもそういう考え方もあるっていうのは別にいいじゃん、考え方まで蓋する必要ないじゃん。でもそいつしみじみと言ってたのが、本当に治す薬じゃなくて、もうボケっきりになっちゃう薬が欲しいって言ってた。いやね、いや、で今日そんなことを喋ったのもさ、そういう薬ってあるのかな。いや別にネットで調べれば出てくるかもしれないけど、別にあんまり俺も別にそんな切羽詰まってるで自分で調べるのもあれなんで、知ってる人がいたら教えてほしいんだけど、もしくは医療関係の方で、あ、もちろんそういう医療方法も実はあるんですよ、もう実践されてる方もいますよみたいな情報があるんだったら、なんかちょっと教えてほしいなと思って。まあでもちょっと今喋った後調べ検索してみるか、ネットで。だからまあものすごく、もちろん真っ当に正論で、いや治そうなんだけど、ものすごい本音を言えば不謹慎かもしんないけど、ボケ切っちゃってくれって思ってる人もいるんだって。あなたどう思いますか。まあ物事にはいつもね、多面性があるって言ってるけど、これなんかまさに多面性だよね。
考えさせられるね。考えさせられるね。うん、ごめんごめん、なんか取り留めない話になったけども、ちょっと友達と酒飲みながらそんな介護の話をしてふと思ったことをシェアしてみました。頑張っていきましょう。私でした。